ちゃっちゃっ、はい、よろしくお願いします。ね、まあ、久しぶりっていうかさ、一回出てくれたんだよな、最初のこと。いや、そうだから、デーブがだいぶ前ですよ、あれ。俺、楽天の監督辞めてここで見せた、やりだして、うん、すぐですもん。だから、ビフォーアフターですよ。いや、もう何年前？6年前。いや、6年もやってないけど。やってない。じゃあ、5年前。5年前ぐらいな、うん、でもデーブが YouTube 初めて絡むもんな。そうですよ、超遅かったな。豊ちゃんでしょ。まあまあまあ、俺、まあいろいろあったからね。まあいろいろ抗議抗議ね。いや、本当に。ああ、だから呼んでもくれねえし、呼んでも来ねえしみたいな。で、仲いいのになんでみたいなね。まあ、なんか周りは不思議に思ってたから。思ってましたよ。本当、うちらの方はあれ、豊さんと何かあったんですかみたいな。何もないけど、ね、ハゲてデブてるデブなだけだよ、そうだな、みたいな。なあ、コンビ名になるぐらいのな。そうそう、 H&D ね。そう、H&D ハゲ&D そうだな。そうですよ、ね。まあ、デブにはもういろいろ聞きたいことがあるよ。シーズン中も聞けるから、うん、安心して何でもゆっくり聞いてください。いや、ただね、ただ今日はね、7時まで大丈夫だよ。あ、ほんと。まあ、じゃあもうがっつり聞くわ。5時間ってあの、なんていうの、いや、監督までやるとさ、まあ、例えばそのコーチの要請があったとしても、なんか受けにくいとか、うん、そういうのではないの。あのね、この度正式名称は何だっけ、巨人の監督付き候補ですよ。監督何言ってんだよ。俺も真剣にこうやって頭の中でなぞってたけど、全くバッティングのバヌジも出てこない。 YouTube 担当そうなの。なわけないですよね。まあ、打撃、巨人軍チーフ打撃コーチ。まあ、チーフだって亀しかいないですよね。いや、まあ、例えばチーフって言うと、そのバッティングコーチの中の位が一番上っていうこと。そう、だから責任があるけど、それはね、監督と球団の優しさでしょうね。だから亀をバッティングさそうと、去年守備総理だったでしょ、多分亀が。だからその差別化しようとしてくれたんじゃないですか。とりあえず敬意表してくれて、まあ、年も上ですし、監督もやってるから、まあ、とりあえずチーフつけとこうっていうぐらいのもんで。だから僕は亀と別に、その亀が下とか上とかではなく、こっちが責任を持てる立場。ダメだ、お前は残れと、俺が責任取るよっていうもんだよと思って付き合ってますし。なるほど、うん。いや、だけどさ、まあ、監督一回やった人間って、やっぱり監督の快感ってあるわけじゃない。決定権が全部あってみたいな。全然ありましたね。あるでしょ、途中から。そうでしょ。いや、その経験してるのに、うん、バッティングコーチをやる、うん、まあ、ある程度の年になってるわけじゃない、うん、で、別にバッティングコーチしなくたって飯は食っていけるわけじゃない、ね。まあ、確かに、やってない方が裕福ですよね。そうだろ、うん、いや、それよりなんで受けることになったんだと思うんだよ。まずはそのもう監督をやった快感はもうなくなってたんですよ。それはどうでもいいの。もうどうでもいいんですよ、うん、でまずは原監督は絶対来ないと思ってました。だって何年もやってんのに声もかかんないってことは、かかるわけがないじゃないですか、うん、と思ってたわけし。で、まあ、この人とこの人がにもし言われちゃった、だからやんないでやんないでって時もあったし、その人らが読まないでよみたいな、もう俺自由でいたいっていう。まあ、例えば誰、まあ、名前言えないけど、してるけどね。そうそうそう、で、やんないでっていう思ってたんです。やって呼ばれたらそこは断れねえなみたいな、うん、でも呼ばれるのも自分の中で分かってたしね。で、その人たちが声かけを前からしてくれてるから、で、まあ、それでその原監督と監督同士で戦ってもいいんですよ、うん、でも、やっぱあくまで憧れの原さんなわけですよ、戦っても、うん、で、やっぱやりづらい監督なんですよ。やりづらいよね、まあ、作戦とかめちゃくちゃ上手だし、あと勇気ですよね、うん、簡単に言えば2点ビハインドでランナー1塁やっと先頭バッター出たのにディスボールで走らせますかっていう、こっちはもうノーガードですよ。もうそうなったらいいかバッター行けってこうサインがバッター行けになってるわけですよ。走ったみたいな、その1点が効いちゃって逆転されるみたいなことやるから、だからまあ相撲で言うと東って半枚上なんですよね。知ってます、東と西の方から来る東型デブ山、あ、東の方が上でしょ、西型ハゲ豊かみたいな、まあ、東が上なわけじゃないですか。だからもうやる以前から原さんの方が半枚上になっちゃってるんですよ。いや何してくんだろうみたいな。で、まあ、交流戦やった時もこっちがバンバン走ったんですよ。8しか勝てないから翌日もバンバン走ってくるんですよ。なんでそこで負けず嫌い出すんですか落ち着いてくださいよ、ホームランあるんだやっぱコテッパに行かれるわけですよ。盗塁までされちゃったらエンドランかけたり、なんで組織的なことやんだかなみたいな、いじめいじめみたいな思ってたんですよ。だからまあそういう監督だと思ったし、まあ、それ以上に憧れがあって。で、なんて声がかかったの。いや、それで俺途中からプロ野球ニュースとかもうジャイアンツのこと言い出してたんですよ。なんかジャイアンツは辞めたって言ってたんですよ、うちらの火曜日班に。なぜってこう負けても悔しがんねえし、選手がさらっとベンチ裏帰ってくからこいつら練習してねえなと思って、俺なんか辞めたと思って言ってたら、でベーマガとかも、まあ、自分持ってるものをこういう発信できるものでは巨人もうダメだみたいな書き出してたんですよ。だからメッセージがなんかブブってこうなるじゃないですか、うん、まあ、なんでブーって
誰が来たなみたいな。腹立つのやみたいな。原監督って書いてあるな。何これ。怒られるわみたいな。なんか文句言われるのかなみたいな。はっきり言いますって書いてあった。で開けない限り全部見えないじゃないですか。まあまあね。上のとこしかはっきり言います。うわ俺何と謝ろうもうって思ってたんですよ。で開けようかな。まだ早いまだ早い。言い訳考えでも言い訳するなって俺来てきたはずだぞ。開けちゃったみたいな、わかります、わかる、開けちゃったよみたいになって、もう覚悟決めたいな、もう怒られるんだら、もう怒られようって謝るしかないってって思ったら、一緒にやろうって、まあ、予想外すぎるんですよ。何をバッティングコーチって書いてあったの。書いてないんですよ。一緒にやろう、一緒にやろう、何をやるのみたいな。いやでもその前から監督とは話をしたりいろいろあったの。その、まあ、もちろん憧れの人でしたし、その監督も嫌ってはいない感じはあったんですよね。電話してもいろんな YouTube で広岡と田口のトレードどうですかって言うと、お前教えてくれたり、中田翔のことどうですかって言うと、 YouTube で話したいんですって言うと、いや実はなってクリと話したんで、使っていいですか、どんどん使いなさいってやってくれてたんで、着信拒否もされてないし、嫌えてはいないなぐらい思ってたんですよ。でまあ現役の時も僕スタメンなのに喋る、みんなこう集中してくるじゃないですか、6時に向けてずっと喋ってたら、最後テーピングとか巻き直すじゃないですか、プロ出てスタートするぞみたいな。そんなの喋ってたら、原さんが元気的にこう顔中ホワイトテープで巻かれたことあるんですよ。3分黙れってお前さんには緊張感ないのかって浮く、浮くこと、うわっ曲がるだろ、浮くこと、うわっ息できないから、まあ、そういうのとか、まあ、お風呂場でタオルで、まあ、出てたらドームなんか一緒に入るじゃないですか、あれデーブ、お前さん楽のゴルフボールかって言われて、そってる絶対肉に入っちゃうんですよ。まあね、楽に入ったゴルフボールみたいに見える、埋まってる感じがね上から見たら分かるけど、そう横から見たら、あ、見えねえ、分かんないよ、松村とかそうなんですよね、グラグラって雅山とか、デーブがね、楽のゴルフボールみたいなのとか言ってくれてたんで、で、オフになるとまあゴルフも誘ってもらったり、まあ、してたんですけど、まあ、まあ常に憧れの人ですよね。豊ちゃんでもそうです、野球人としてはここにこうやっぱ画面があって、まあ、我々はちょっと会う時間が多分多くあったから豊ちゃんってこうちょっと近づいてるけど、やっぱ原さん会えないじゃないですか。だから豊ちゃんがね、僕のチャンネルで言ってくれたみたいに人だかりになるみたいなイメージなわけですよ、僕も今でも。だから今でもご飯食べてお前さんで言えばさ、なるべく隠れますもんね、原さんに声かけられないように。憧れの人から声かけられたら何て答えか分かんないじゃないですか。なるほどね、ちょっと緊張感が、はあ、これはなんか一緒にこう同じ部屋で、まあやっぱディスタンスちゃんとするから、部屋にいても遠いわけですよ、遠くてもなんとか影にこう隠れますもんね。そうやっぱちょっと元木の影にいて監督から声かけられないみたいなあんですよ、ビビりだから僕そうですか、いやほんとほんと、それで、まあ、そういうところもあって、まあ、なんで引き受けたかって、まあ、本当に戻ると、まあ、一回その会社の息子に譲ったとこだったし、ちょっと俺がいなくなった時にどんだけの影響がこの会社にあるのか。例えば前、まあ、ライオンズに戻る時も、まあ、税理士とも話して、今のうちにある預金、会社にあるお金と、まあ、従業員払うお金とっていう、まあ、1年でしょうねみたいな、持つのが、そのライオンズからいただく年収だとみたいな。だからまあそういうのも含めて、息子に連絡したの。言えないじゃないですか、人に。お金のことか。あ、違う、その巨人から話来たなんてことか。で、豊ちゃんと会った時も、なんかやっぱりできないから、もし聞かれても嫌だし、なんかどうやって調べくれようかみたいなのありましたよ。でも言わねえのもやらしいし、でも言っちゃダメだしみたいなのね、仲いいと。で、まあ、息子にはすぐ連絡して、ちょっとさ、ってこういう話来たんだけど、ちょっとどうしようかなみたいな。いや、お父さん、どうせやる人でしょみたいな。頼まれたらやるんでしょって言われて。まあ、嫌とは言えない性格だからな。そうなんですよ。で、ちょっと待ちくださいみたいな。文書 もう必死で考えて、まあ、それで送っちゃったみたいな。ちょっとお待ちしてもらっていいですかって言ったら、ゆっくり考えてくれてきたんですよ。ゆっくり考えれるわけないじゃないですか。まあ、パンチ佐藤さん状態でしたよ。僕の心は一つですみたいな。まあまあそうだな。でもまあとにかく会社のことと大丈夫っていう税理士もちょっと相談してね、言うなよと、どうやって動くんだ金はみたいな、まあなんとかしましょうみたいなっていう話になってて、もういいやと出すね、なんとかなんだろうみたいな。でも責任重いのはもう十分分かってると思うんだけど、もうそでその中の自分の中では、うん、まずその担当コーチとして監督を支えれるのかと。監督はそんなに思ってないことも分かってるんですよ。何があってノーヒットノーランを杉内に9回2アウトまで完全試合やられてて、
代打の中島っていうのがフォアボール選んでノーヒットノーランで済んだんですよ。あの時僕ねドームだったんですけど、星野監督じゃないですか、やられた瞬間後ろから刺してほしかったですよ、グザッと。俺はこの世からいなくなりたいっていう。まあそのぐらいの心境にはなるよ。でも自分が監督やった時にノーヒットノーランやられそうなのことなんか年中あるわけですよ。あの頃打てないボールもそんな飛ばない時に受けた時期なんですよ。そうもう、まあ、バッティングコーチ慌てる気持ちも分かるから、だからまあ僕なんかずっとコーチやった、担当コーチやって監督やらないとうまくいかねえんじゃねえかっていうのも今本気で思ってるんですけど、そうすると、まあ、平石とか焦ってるわけじゃないですか。その後草野って田代さんが途中でこうファーム行ってもやめちゃったから草野来て、まあ、草野以外に能天気なんですけど、平石は責任感強いからいやーやばいやばいって顔してるけど、まあ、それはそのままほっとくんですけど、いやこれやられた方がこういう若いコーチ連中も屈辱的なことを味わえばね、選手もいいなと思っての監督なわけですよ。もうちょうどいいやって、まあね、うん、これこのぐらいいい経験ならこの弱いチームがあってっていうところも分かってるわけですよ。でそういう気持ちの方にヘッドコーチならもっとこう進言ができるわけじゃないですか、正直。で僕らが監督がいろんなことを考えるこのホワイトボードでいろんなことで監督とかヘッドコーチやるでしょ、試合って、うん、ここってこうみたいなね、なんだ翌日とか3戦目みたいなことも考えて、いやこれ福山入れちゃってやばいなとか、でそこを監督にいかがこうなりそうなんですけど監督いかがですかね、考えてくださいってやることはできると思ったけど、いざ担当コーチとなってバッティングだけを見るっていうのに、しかも新之助がヘッドコーチっていうのもイメージにあったんですよ、聞いてないけど、いやじゃああの子を監督ヘッドに置くとしたらどうやって俺は動いてあげれば一番スムーズなんだろう、やっぱ頑張りますよね。で監督すごいのはやっぱりナンバー2って若いやつ置いた方がいいんですよ、まあ、組織って、まあね、でもそこそこ年がいっちゃったの置くじゃないですか日本は、じゃなくてああいうのすごい素晴らしい抜擢だと思ってたけど、それも考えていやちょっと難しいんじゃないかなっていうのがまず一つメンタルね。でもう一回体力ですよ、俺体力持つんかなって、案の定キャンプ一回決めていった足マツコデラックスみたいになったんですか、うっけつしてパンパンにな、おいマツコみたいな、くるぶしなくなっちゃったわけですけど、そうで今日も先生に心臓の先生まだむくみますねって言われて、やっぱむくむくせ治んなくてなるわけじゃないですか。だから今はもう歩いて歩いて今日もこの後歩く決めてるんですよ、自分で毎日も歩こう、だいぶ良くなったんですけど、そういうことももう実際いらない苦労と思ってたんです、引き受けるまでは、まあね、もういいよって。正直ね僕ねお金持ちになりたいのないんですよ、あんまりないよね、お金に困らない人生ならいいんですよ、お金はあったら使って楽しみたいタイプだもんね。そうそうそう、でゴルフもプロゴルファーでそのプロに融通きかしてくれるコースは、まあ、本当に安いお金できるし、だからそれが週3回やって健康のためにやってね、で夜店来て5000ぐらい使って一人で飲んでや最高の人生ですよ、酔っ払って、ね、おやすみみたいな、あれコンタクト取ってねぞ俺みたいなねいやそれでさバッティングコーチを引き受けて楽天の時っていうのは誰が打順とか決めてたの、監督の時。それはヘッドが持ってくんです、バッティングコーチとヘッドコーチが話し合って、それをどうするつもりなの、ジャイアンツはどういうシステムでやってシステムは僕と亀井で、うん、ある出して、でそれを新之助に、まあ、ヘッドコーチに渡してヘッドと監督で話すっていうシステムですかね。まあ秋はちょっと違ってたんで、もう新之助がヘッドコーチが決めて監督とに持っていくっていう状態だったの、これからはちょっと違くて、やっぱ我々バッティングコーチも責任を負いたいわけじゃないですか、じゃないとつまんないよね。じゃあもうだから僕らが決めないで出したらもう勝手にやってって話になっちゃうんですよ。まあそりゃそうだよ、もう打てないの俺らのせいじゃないですよ。いやそりゃそうだよ、もうヘッドコーチでしょみたいな、監督でしょみたいな、そうだじゃないんですよ今年は。もう監督との話し合いができてて、で、うん、いやでもね俺監督すごいと思いますあの人、ミーティングでちょっと次回もらえるかみたいな分岐という言葉を出したりね、全員にハマるんですよ。隼人も来てて新人みたいな子も1年目の子もいれば、まあ、中堅2軍の時にみんな俺にも分岐があったんだみたいな、全員分岐、俺も分岐じゃないですか、ノーンとしてたのに。まあでもみんなに当てはまるよね。そう、それをこう自分のことを言いながらそこの分岐でどうするかだよっていう。だ仙台の2軍監督になった時に集団の心理で一番やっぱ国が何をやってるのか知りたいと思って、高城の駐屯地行っていろいろ教わり行ったんですよ。たまたまその前の年に塩見だ、唐島だとかをこう中途中送ってサバイバル そのトレーニングを誘うみたいなことがあって、まあ、ピッチャーな、そう、休み行ったのかな、まあ行ったんですよね。で行ったらやっぱりその自衛隊の言葉に、まあ詳しい言葉は間違ってるか分かんないですけど、我々下級指揮官は死に方を教えるらしいんです。死に方を覚えれば生きていける。で上級指揮官は死に場所を教えるなんかちょっと面白いね、池田近草さんっぽいじゃないですか、ああ近さんみたいな、ね、みたいな、ね、でもそこに実は答えがあるのは右左こう道があると、
9人変態組むんだって言ったかな、最初の新入隊員が来ると。で隊長入れて9人の変態で右に行ったら絶対全員死ぬって分かってると。でもこれを右に行かすのが集団のその組織なんだって。いや左が助かるよって、もそっち行かせないことをまずこうできなきゃいけない。でただ時代的に今は投書箱みたいなのがあって、伝書箱みたいな自分のそのストレスを発散するもう無記名で書いて、それをまあ上級指揮官たちがじゃあ通してあげようっていうことをやらないと、だから非常口は開けてるらしいんですよいつも。そういうのをこう聞いていくと、原監督やってるのはもう非常口も開けてあげてる、分岐も教えてくれてる、じゃあ何するのって言ったら結果出せよっていうだけなんですよ。で結果出さす方法はまあ俺たちがやるしかないなみたいなとこがあって、でその話し合いも聞いてくれるわけですよ、ね、やっぱりあのクラスは星野監督にしてもなべちゃんなんかも任せてくれて、こっちはお伺い立てるけど、デーブさんお前好きにやれよみたいないやでも毎日ちょっと広告は差し替えていいんだよ、お前に任せてんだから、いやいやお願いしますみたいなまあ聞いてほしいよな一応はねまあそういう意思の疎通ができてる。でまあ二軍監督の気持ちも分かるってなると、まあ、自分が果たしてどういう役に立てるのかは考えましたよね。やっぱ案の定こう、まあ、自分の思ってるストレスになりそうなものが現実秋が起きてたりとか、でもそれも含めて監督とも話し合い、別にチンコロ入れてるわけでもなく、やっぱりしっかりとしたそのワンオンワンっていう時間を監督作ってくれるんですよ。時にお前さんどう思う、僕は私はこう思います、監督どうされるのかなと思ったらきっちりそこは話ができてるとか、早いですよやること。でもまあ実際こうキャンプ行ったりとかいろいろ若手も見てきたじゃない、うん、誰がいいの、すげえこれ出てくるぞみたいな、まあ、守備部門を抜いてですよ、うん、まあバッティングコーチだからね、うん、はい、守備部門を抜くと隼人はうかうかしてらんないです、完全に。これ誰かっていうと、まあ、広岡と北村は使えます。広岡は、まあ、おかわりまではいかないけどもう十分30発打つ魅力はあるよね。めちゃくちゃある。いやただその何が今までいけなかったの、それもおかわりと似てて結果を出さなきゃいけないから、タイミングを早く取れって言われる、取る、出される、刺されるわけですよ。タイミング取るの上手じゃないんですよ。でその結局じゃあどうするか、長く見ろっていうものを信じるわけじゃないですか、うん、結果出すにはえーっていけないわけですよ。だからどこでトンカチ打ってんのみたいなとこあるわけですよ。でじゃあ今までの過去のバッティングコーチにしてもそれがプラスになった人もいるけれども、手前のポイントでって言って成功したのは和田ベンチャーだけだと思うんですよ。なあ、金森さん理論みたいな、あもう和田だけはハマったんですよ。いや俺はあの理論だけは分からない、もう全く分かんないですよ。追い込まれたらあれ究極にいいとこじゃないですか。だから極端に言えば T 打つ時にここら辺に打ってこうやって打つんだよな。そう、分からなかった。分かんないですよ。金森さんも前で打ってたんですよ、うん、なあ、だどっかで気づきがあったと思うんですけど、僕の中ではあの理論、まあ、ハマった人もいっぱいいると思うんですけど、究極はベンチャーなんですよ、うん、あんな選手にしたのは金森さんですよ、名球会入れたのは、うん、だからそのやっぱ手前で打つ修正がついて、しかもセンターから右打ってたら打つことをこうバッティングで見せたらあいつは考えてるって言われる時代って長く来てるじゃないですか、うん、何のために、俺は肩開かないためだけだと思ってるんですよ。センターから右とか左がショートの頭ってのはそう思っただけで、これをインテンショナルでわざと打つってめちゃくちゃ難しくないですか。いや俺は反対方向に打つっていうのは逆に体を開いた方が押せるから、うん、俺は体を開かないためっていうより、俺流すのが大っ嫌いなの、バッティングで教えるの。なるほど、俺も大っ嫌いなんですよ。とにかく引っ張れって、肩止まりますもんね。そう引っ張らないとバットのヘッドの使い方も開きを抑えるのも分からないまま、うんね、終わっちゃうよみたいな。なんだろう、外いっぱいをレフトのボール際とかね、いやそう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 そこの見極めがコーチングだと思ってるんですけど、だからそれを、まあ、ちょっとこうちょっとこのポイントで打ってごらんって言ったら楽に飛ぶわけじゃないですか。もう彼と同じですよ。中村が俺と接した時は細かりした状態でしたもんね、うん、あんた来たって何もできないでしょみたいな、いや冷めたとこあんで、ああ向こうが、ね、あ向こうが、うん、俺も別に喋んないし、で最後犬語になったんですけど、ワンって言って、お前と喋ってワンってワンみたいな、ダカーンって出とばらったって言って、死んだ、こうやって選手って終わってくんだと思って、ホームラン争いしてんだ、ワンって言ったらワンって言ったから大丈夫だと思って、そういう感じだった。だからおかわりもあれでしょ、ポイント前にやばいところで打ってたんですよ。そうだよな、お前どこで当時のセーブってなんかみんな体開いちゃってさここら辺で打つから
ヒットスピード上がるわけないでしょ。そう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 って思ってたの。でおかわりを前に出したんだよね。そうしばらく見て、だから所沢の第二球場で見てて、こいつはまだ俺のこと小馬鹿にしてんの、まあ、舐めてたらぶっ飛ばしたぐらい思ってたんですけど、まあ、ぶっ飛ばしてクビになったんですけど最後はね。ぶっ飛ばしてないですけど、舐めてる様子はないから、まあ、この子の信頼を得るにはこうだな。おかわりはこの練習で結果出さないと、あの南郷ってちょっとアゲンストで飛ばないですけど、ギリギリってのはないですよ、あのおかわりが、うん、ギャーンってギリギャーみたいなのだから。でもだから全部で言うと、まあ1ヶ月ぐらい見てからですよね、その秋と入れて30日間ぐらいまあ見てて、ちょっとここでポイント打ってみたら、よく俺のなんか理論は前でって、そんなことはないですよ、人によっていいんですよ。そうそう、バッターなんも右でいい、ヘッドが立つやつならどんどん手前でもいいし、たまたましたらもうそのアゲンストなの上段のネットにバブザバザ当たるわけですと、三平が、んみたいな子でしょ、ワンみたいなこうなってって、でスタンスも広い、やっぱ安定したくなんですよね、ホームランバッターもじっと見て怒らんねえように。でもまあその公式戦入ってヒット7本ホームラン5本みたいな子だったから、打率1割台みたいな、まあね、やっぱ体重とかできないわけです。だからもう公式戦中、その試合の公式戦入った時に江藤が選手だったんです、代行って呼んでたんで、俺がなんかやらかしたらお前バッティングコーチだぞみたいな、本当にやらかしちゃったって、まあ、それはいいんですけど。これで三平呼んで、後ろに西武球場、西武ドームで、三平ってお前ちょっとスタン狭くしてるから肩幅にしろって。で、それなんでかっていうと、右足必ず体重乗るから、あと好きに打て。そライト打席入ってこう、俺と江藤が並んでるんですって。あいつもこうやって言うから、ほら、江藤丸出してって、二人で丸出して。そしたら次の球、カバーンと場外ですよ。隙間にボーン抜けて。で、俺のこと見ながら、嬉しそうに回ってたんですよね。やっぱりそうやって信頼関係ができてくると何でも言うこと聞くよな。そう、やっぱり結果が欲しいわけじゃないですか。だからそれは広岡がつかみかけてんの。そう、それを、まあ、やったらまあバッティング練習で簡単にいきますよね、うん、それは打球はおかわりと同じ症状ですもん。いやでも簡単にいきますよねって言うけど、行き方が違うでしょ。そう、打球もグンっていくしね、うん、打った感触が全然違うわけじゃない。そうでしょうね、本人が。だからステージ4のなんとかってちょっと厳しいじゃないですか、うん、聞いても、俺がもし病院行ってガンだって言われてステージ4ですって言われたら、俺もちょっともうあと何年みたいな、好きにやらそうと思うよな。そうそう、ホスピスだみたいな。で、まあステージ1か2ぐらいなんですよ、まあ、全然大丈夫だってっていうところでやりだして、でもタイミングもこのぐらいがいいんじゃない、いい加減があるよって、お前はこう歩き方もゆっくりなんだからちょっとゆっくりめがいいよみたいな話をして、ゲームでも、まあ、北村もそう真面目にこうやって、あまりにもタイミングがうまく取れないから、もうそれ早すぎるよとか、もうその調整をしてて微調整していくわけです。まあ、ちょっと今回ファームスタートなんですけど、まあ、だからあの子らがその、まあ、言ってみてパンと反応して、そのゲームでそれがすぐ出せるっていうのは、ハヤトもやばいなっていうのはあります。だからまあしかもジャイアンツってすごいんですよ。そのやばいっていうのは選手としてもやばいのか、だからレギュラー取られちゃうってことです。もうコンバートじゃなくて、あ、そうそうそう、レギュラー、あ、レギュラー取られてたから、隼人がどこ行くかになっちゃったら、うん、もう隼人はもういいんじゃないですか、そうなったらって思うわけですよ。あの2000何百本持って、うん、ね、6億も何年ももらって、うん、俺ならやめますもん、うるせえこと言われたらやめろみたいな。いや、やめないと、やめないですから、6億だ、6億だ、俺もやめない、やめなさいって言ってた。まあそれはないですけど、まあ打球速度もやっぱりかかれんですよ、グリップにコロンとはめて、あるな、そう、あれでやるとね、やっぱ隼人も110キロぐらいになっちゃってるんですよ。ウォーカーが170キロぐらい近い打球って、180キロかで、隼人も必死で振り出したんですよ。レイブさんどうですかね、僕もう全然ボール止まらない。ゴルフを例えに出して、ゴルフもプロゴルファーになるまでブリップリ行く、一番うまいから少々林入れたって勝ってっちゃう。ところがプロ入ってくるとみんなうまい、飛ばすよりもフェアウェイなんて林入れないに言ってくと途端にこう距離が下がる。松山の時代は試合もいっぱいあるからバンバン打ってくる、クラブもいい、曲がらない、上げてるからこういう打ち方ない、普通にバーン打つだけっていう。ヒトラーが、まあ、ボール飛ぶままなんだけど、やっぱり今までのボール飛ばないバラタとかパーシモンでやった人らは技術を出してる、で曲げないようにするって言うと、飛ばなくなった人はもうずっと飛ばなくなるんですって。まあね、そう、何やるかって言うと、やっぱりラウンド中に満振りを何回入れるからしいんですよ。で、こう距離が戻るっていうのを、ハヤトのその話をして、満振りするスイング、練習でもゲームでも何振りしても戻らないかもわかんない。でも俺は絶対戻ると思うと、お前のその身体能力からしたら。で、いかに振るかだと俺は思うよと、今の話もハヤトにしたの、うん、したっす。で、やっぱバッティング練習で無理やり振るけど、やっぱ球飛ばないわけだよ。だからそれは飛ばないよ。やっぱ飛ばないの。飛ばないんですよ。それはもうあれが打球の速度が戻ったら、それはもうあの子以上のショートいないじゃないですか。まあそりゃいないよ。何言ってんすよ。そりゃいないよ。俺はもう評価がどの子に悪いけど、うん、俺はもうちょっと別格ですよ。いや、うん、全然違うよ、ね、そう、正直ね、うん。
だ今の隼人になっちゃうとうかうかできないよって。じゃあその後じゃあファースト岡本のとこ行くの。いやそんなに落ちてんの、やっぱり落ちてんです。それはやらないから、やっぱやれないから。聞いたら特に2022年ってのはボールが自分で飛ばないって分かったんで完全にホームランを捨てたんですって。あもうきっと打つっていう。だから結局技術で小手先で打とうとしたんだ。そういうことです。小手先で打っても飛んだ時期があったと思うんです過去に。まあまあ確かに、ね、ミート率上げようとすれば。でも飛んだんですよね、ボールも飛ぶ時代になってきたし、でもあんだけでかくてね、バネがある。でしかもそんなふくらはぎとかやってないとか練習もちゃんとしてる子だと思うんですよ。だいたいふくらはぎやるやつは練習もうね30超えらやってくるじゃないですか、うん、でもそこの怪我しないわけだから、あいつが振ってくれればほらあれが普通にね。あと意欲ですよね、盗塁をするだとか。まあそうだな、うん、だからその意欲をもう一回。だからよく原点回帰って言うけど、そりゃそうですよね。初心に戻れるか、入った頃の自分に戻ってね。まあそれができたら簡単だけどな、うん、それできたらもうあれはもうまだまだやりますよ。それはもう追いつかないけど、まあ豊かチャンネルだから正直に言うけど、まあ隼人も相当聞く。だから監督が分岐点はあるんだよって、そのキャンプで秋も来たんでね隼人が。いやだからあの WBC に出てる場合じゃない、じゃないんですよ。振る時間が欲しいんですよ。まあそうだ、だから俺は全然隼人はいけると思ってるし、うん、だあれがいるといないじゃん。全然違うそれは違う。だから俺からすると春のキャンプで言うことだけども、パリーグの連中は西武時代とにかくこうメモをつけながらこう見てて、でお前がエンジンを組んだとしたら必ずその回か結構次の回には点を取るんだよ。そう、何をあれを伝授してるのかなと思ったりとかさ。まあね、心理面も多くて、その対策を立てたら変えるケースもあるんですよ。例えばあの頃だった田中将大、絶対的なエースが楽天にいる。将大は2エンド2のカウント作ったら、その当時7割か8割ぐらいスライダーなんですよ。でもそれがちょっと変わってきたと、選手も戸惑う時にエンジン組む、まあ、戸惑うなと、必ずスライダー来るから、ここは徹底していけると追い込まれたら2-2になってもスライダー待てって球団にも言ってあるからって、お前らの三振じゃねえって半分俺を持つって。そしたらその時は実はあってノーアウト満塁になった。7番の誰かがね三振かなんかしたんです、簡単に。で銀次なんですよ。でその前銀次が三振、銀次郎がの脱ぎになったんですよ。ワンアウトでもう点取れないって様子になった。でその前の打席で、ね、うん、その前の打席でこう銀次郎がこうワッショイっつってこうカーブをかスライダーをこうこんなになって見逃し三振なんです。その時初めて怒ったんですよ銀次郎って。怖がりだけはどうにも直せねえんだ、もう怖がるんだろ、俺お前にアーリー付き合わないって、投げねえよって。あいつに1時間以上投げたんですから毎日、もう投げねえって。次またその状態になって、まあ、ミーティングもエンジンでも言ったら、絶対スライダーだ、なんとか 2-2 作れ、スライダーだ 2-2 になった瞬間、あいつもこっち見て、俺もこんスライダーって、ガー左中間、走者一掃の逆転タイムリー打ったんですよ。二塁で、俺見てギャッツポーズ、俺号泣。いや、わかるよ、感動するよな。なくな大久保みたいなね、そういう感じだったわけです。で一回豊かちゃんに、からかどうやって打ちますって俺今連絡したことあるんですよ2008年、まあ、俺なら1人5球ぐらいホーラースイメージで指示するなっつって、これ使えるなと思って、でチームで方針を立ててチームで作戦練ろうと、からかを9人で45球ホーラーしてくれって。ただし積極的にいけよ、追い込まれちゃったら粘れと。ところがね、もう4人目ぐらいだからブラゼル終わってGC グレーから球数みんなでベンチが数え出したんですよだから攻めじゃなくなっているんだよね、球数になっちゃった。でも最後に、まあ、点は取ってないですけど7人ぐらいで負けたんだけど、まあ、9人で本当に45球振ったり放らしたんですよ。そしたらみんながやったとかなってるんです、負けてんのにいやでもさ、そのぐらい純粋な人材が集まってる方がやりやすいよな。 それが強いチームなんです。そうだよな、うん、この間片岡康とも話したけど、お前らあのそういえば2000本とか3000本打たせた時何のためにやるかって言ったこともなかった。いやデブさん、僕らそのセリフなかったです、その文字がないと、あの頃の西武にはやろうってなったんだからやるっていうだけだったんですよ。やっぱ強かったなみたいなところがあったんですけど、その時にただね、俺その板垣ちゃん今日ありがとうございましたって言いました。あの夜実は安倍晋之助の親父と晋之助っていう家の近所の浦安の猫座連の寿司屋で飲んだんですよ。
豊かちゃん今日ありがとうございましたっつって、で次ね繋がるなと思ったんです。やっぱ振りに行っちゃう一球と何とかしようと思った一球って次繋がると思った、ところが4ヶ月ぐらい当たんなかったんですよ、からかわと。もう最後の頃当たった時はめった打ちですよ。ああそう、大リベンジ、めった打ち。やっぱみんなもその5球生きてましたみたいになって言ってくれたんだけど、いやあの時も今度チカさん電話して、チカさん俺あいつらの大事な1歳2歳取っちゃってみたいななったんですよ。呼吸掘らせとってメインになっちゃって、なんかもういやー違ったのかなみたいな。だめった打ちした時も泣いたっす。豊ちゃん以上に泣いてました、あのシーズン。そうだよな。よく泣いて肉離れもしてな、あっぱっ両方両方しな。まあでもその熱さがないとやっぱコーチってやっちゃいけないよな。やっちゃダメですよ本当に。いやその泣くぐらいにこう入っていっとかないと。そうですよ、冷静にね、何ってぶつけられてんのにね。なんかこの間もどっか誰だっけ、ヤクルトの首脳陣がやじってなんか怒られたの。あそうそう、冗談じゃねえよって、あそこは戦ってんだって、相手のことやじだなって文句言われる筋合い何にもないと思った。内容は分かんないですよ。だそれが記事になること自体は大間違いだって、無法地帯であんなかって、その野球のルール以外はメンタルはそうじゃないですか。クロスって行かなきゃ立てます打席。いや立てない、クロスの野郎汚いの野郎みたいになるわけじゃないですか。でこっちの選手が2発待てられてるのって謝りもしなきゃ、謝れこの野郎みたいなじゃないですか。浴びろみたいになったっす。昔はあの今のオリックスの監督中島がハムにいて、謝れもしねえ、あの清水さんなんてコーチも何が悪いんだこれ、てめえ清水の野郎みたいになって、ほらみんな止められて、かっこまず謝れって言って、謝れってなんですよ。やつもガチカにてめえなみたいな、前の日もぶつけられてて、なんで怒ってんのぐらいになって、謝れみたいになるわけじゃないですよ。一回謝ってチャラにして、でもなんかあれだな、コーチ会議で、いやあいつ当たり屋さんだからもう厳しいとこ行ってくださいよってピッチングコーチに言いそうだよ。それ一回も言ったことないんですよ。あそう、もうそう、でもキャッチャーやってたから。それを自分の意思でだってやんないときはね、ピッチャーも崩れんですよ。まあまあそれそう、ゴルフもわざとカーフック打かなきゃいけないとか、高い球打たなきゃ、そのティーショットってそれやったとガタガタなんですよ。一流のプロも正々とこういかないと、ピッチャーなんか特に頼んだこともないし、で例えば10点取られたってこう大体喧嘩になってくるじゃないですか、野手とピッチャーのコーチも、なんか野手陣と投手陣じゃなくて、俺は11点取ればいいでしょって、取れよって向こうが、何点取られても何だけ取られるやって、おめちゃ打てねえ時どんだけやんだっていう考えだから。ただそのあの頃もダルビッシュと2008年も当たった時にバッテリーミーティングをやってる時、僕らのミーティングは個人でやるんで、野手は全体はバッティング練習終わりで、今日ここの指示で行くぞこれで行くぞって終わるんですよ。あと個人で予約帳つけるんですよ。遅く来るやつがね、全体ミーティングなんか一緒にやることないし、大体スタメンしか先発なんか当たんないじゃないですか。あとね、まあ、もう後ろの代打陣なんかね、あの頃の佐々木のこと見なきゃいけないのに、まあ、そうそう、野村弘樹なんか見てたって俺出てねえよ試合みたいな、まあそうそう、かー眠ったいこのミーティングみたいな、あれやんないんですよ。あいいこと、監督の許可取ってるんですけど、だから時ダルビッシュの時俺言ったっすもん、失礼しますミーティング中に、全体ミーティングバッテリー、そうあの小野さん、おデイブどうしたの、お時間ちょっといいですか、今日はダルビッシュさんが相手ですと知ってますよねと、でこれは皆さんあのマスターズの18番ちょっと思い出してください、タイガー・ウッズ同スコアで首位タイで迎えたら、あの右の林、右ドッグ、狭い200ヤードの林間、バンカー打ち上げ、グリーン手前のバンカー効いてくんですよ。これが1打差ついていくと右の林はなくなります。2打つくと正面のバンカーなくなります。3打ついたらもうフラットなところでタイガー・ウッズにティーショットさせたらバーディー取るんですよ。いいですか、何が言いたいか、皆さん1点あげたら林がなくなります2点取られたらバンカー勝てないんで、ぜひ今日は1点も取られないようによろしくお願いいたします。取られるんですよ、ダルビッシュの時に限って、向こうも楽に来るから、監督にお願いして、監督今日負けです、3回で3点負けなんで、負ける予定で明日の武田正則に合わず作戦に書いてください、頼みます、ベンチにも、おい勝てねえぞ今日は無理だ、明日の勝るやられねえしようぜって、あいだりしとんなげろ頼むこんな感じでやってました。いやでも真剣に、まあ、そういう状態の時にダルビッシュを打ちに行くと崩れるもん、おかしくなっちゃうさ、あんなのバッティングがな、まあ、そのぐらい威圧してくるからね、もう頭もいいっすかね、あれなあ、よかったっすもんね。でもそれがジャイアンツできるか、もうやっぱやるしかないですよね。でもまあ、いやただジャイアンツってやっぱり常々言われてるのが、
やっぱ上昇君なんで負けることが許されない、どんな点があってもっていう、まあ名目はあるじゃない。勝ってる時はめった落ちなきゃいけないですけど、ダメなものは頑張ってもその何、ダメでしょ、ダメです。その翌日のピッチャーも同じタイプならいいですよ、うん、速球派速球派、そんなチームないじゃないですか。大体例えば山本行った次の日に左のやつとかね、あの宮城でしたっけ、例えば行かれちゃったらもうそっち行っといた方がいいですよね。5点取って山本勝てます、勝てたら奇跡だよね。奇跡って起きないですよね。マイク・タイソンと戦って勝てないですからね。チェーンなんてもう逃げる、逃げるよ、ね、黙ってたらご祈祷なん。いやいや、それがやっぱジャイアンツができるとジャイアンツは少し楽になると思う。なんかみんな真面目だもん。ああ、そうか、そんな感じがするよ、うん。いや、ふざけてんのかもわかんないよ、中では。まあだから、ベテラン大事ですよね。うん、まあいやいや、明日ももう今日しょうがないよみたいにやってくれる。だからその、ふざけるわけじゃないじゃないですか。最後まで真剣なんだけど、作戦的にはもう太刀打ちしない方がいいなっていう時は、監督にも今日太刀打ちできませんって言いますよね。明日の、例えば誰か合わせて大抜きにしましょうって。今なんか無理だろうから。ただその、まあ、正直ダルビッシュみたいなのとかもういないですよ。山本由伸みたいのってなかなかもういないじゃないですか、両リーグ見ても。大谷とか無理ですね。大谷なんか手伸ばしたらキャッチャー抱手席じゃねえかみたいな。いや本当だよ。本当にベンチで見てたら手届いてるみたいな。本当だよ。佐々木朗希なんかルフィみたいに腕が伸びるんだよ、ね、ね、だから無理です、あの風が強いところで。だ東京ドームで交流戦やるのを祈るしかないですね、彼が投げるの。どっちかです。まだ予定を見てないですけど。いやーでも大変だろう、今から考えても。大変ですね。優勝は目指すよね、もちろん。優勝はするんですよ、これが。できる。できちゃうんですよ。本当に。できちゃう。解説者だったら何位にする？優勝は目指すよね、もちろん。優勝はするんですよ、これが。できる。できちゃうんですよ。本当に。できちゃう。解説者だったら何位にする？まあ、2位ぐらいからやめなさいって。だろ？なことはないですよ。いやいや、去年何位にしたの？1位。優勝にしたの？優勝ですよ。今年もし解説者で残ったとしたら何位にしたの？まあ、1位ですね。まあ、巨人ファンなんで。僕ら、血液型、G 型ですから。本当に。そうですよ。だから、まあ、優勝にはしますし、まあ、あとは、その WBC で、途中で岡本が抜ける、大勢って抑え、戸郷も抜けるから、大勢も戸郷も、人間的にも素晴らしいんですよ。大城はね、まあまあ大丈夫かな。いや、アンクルナイサーって書いてくると思うんですよ。沖縄の子は。そうか。やっぱ彼はもうどこでも生きていけんですよ。いや、うちのチャンネルではさ、小林をこうリスペクトしてんだよ。あ、小林いいですよ。小林もうちょっと打ったらすぐレギュラーなんだろうなって。打てるようになる。まあ、あれね、お金持ちの子供かっていうぐらいその危機感はないですよ、ね、ないよな、本当にな。怒っちゃうんでしょみたいな。いや、ものすごいエリートだよ、あいつ出てるところ。だからね、あいつね、聞いたらどうも1億円以上もらってるらしいですね。もらってる。あれ大間違いですね。あれ2000万ぐらいしとかないと。そうだよ、危機感出ないです。でもお家が金持ってたら関係ないですもんね。広陵、同志社、日生、もう超エリートだよ。そうなんですね、野球の進み方。もう治んないのかな。治んない。いやいや、治ってないですもんね、今まで。ただその、あれ人が本当は良すぎて、例えば解説者の意見も聞いてバッティングやっちゃうんだと思うんですよ。あ、そう。だあれもホームランバッターを目指すスイングでいいんです、僕は。誰もが岩佐大なんつって、顔なんかも本当にカブトムシぐらいちっちゃいんですよ。カブトムシってどっから顔か分かんないよ。そう、ちっちゃいんですよ、岩佐大が。何喋ってるかも分かんないんですよ、群馬の子なんですけど。本当顔このぐらいしかないんですよ。で、何が言いたいんだ。いや、その子なんかも足が速いんです。あ、足は速いな。そんなちっちゃい子でもどうしてもちっちゃく打てってなるはずなんですよ、スイング見てると。あの子もホームランを打てるタイミングの取り方とかバットの軌道とかって、ホームランバッターが一番理想なことやってるわけじゃないですか。それをやってくれないとダメなんですよ。お前はこのタイプだからこっちこっち行けって言うんじゃね。だそれが巨人軍はどうしても柴田さん出て走って土井さん送ってみたいなイメージがあるんだと思うんですよ。なんかこう歴代のうなぎ屋のタレみたいなので言うとね、そういう次立ち方しちゃってて、いやでもホームラン打てなきゃダメ。それはもうこの間スタッフ会議で言わせてもらったんですよ。いやだから俺、宮井さんに中央の教わったのは、
どんなやつでも遠くに飛ばせないとバッティングダメだったね。でそれがあったから俺は良かったもん。そうでしょうね、うん、そんなね左で小さい足があるからってあっちまでで流して流してって絶対ダメだから。だからね、だから若松さんが成功したのは、うん、あの人はやっぱ小さくてもホームランを打てたから成功してたと。そうですよね、うん、一発あったっすもんね、うん、だからやっぱ理にかなってんだよ遠くへ飛ばせるっていうの。そうだから、まあ、名前は言えないけど YouTube 仲間の重信、ああ重信ね、彼も YouTube やって、まあ、遠くはもう全然なんですよ、うん、車でね、車乗ってもね、前が答えちゃダメだよみたいな、まあ、ちょっと教えてるんですけどトークはトーク教えて大変だねお前いろんなこと教えるのにあれじゃ伸びねえぞなんて。そうだな再生回数増やせないですな。そうそう、あとそのねトークの合間もちょっとつまんでった方がいいぞと、あ黙った時間いらねえ、あるの、まあ、それはまあ本気なんですけど、まあ、まあその例えばバッティング練習で自分の生きていく道はショートの頭って思ってるから、ショートゴロでアウトになるわけですよ。お前それいらないよっていう、うん、セカンドゴロでも俺は文句言わないよ、うん、待ってくれっす、ちょっと流せない左はもう使い物にならないと思う。まで言ってあ引っ張れないか、引っ張んないけど、でも今日ちょっと引っ張ってみて、うん、ホームラン狙ってみてって言ったら、まあ、体使っていいタイミングになってくるわけですよ。たった6分ぐらいの間で、でも翌日何も言わなきゃまあ、アウト要因でそうだよね。7番重信、8番小林、9番ピッチャーで、はい、チェンジって言われてるよみたいな。今パスだよな。いや、ほんと。1時間50分で終わりますよ、試合。あのバッティング打たれたら。みたいなのも、正直、重信にね、YouTube 仲間だから、この場を借りて言いますけど、あのバッティングはいらないですよね。うん、あの、これ、本当にこういう選手ですみたいな、足を生かしますって、全部アウトじゃねえかって、アマチュアの試合。いや、俺、こっちよりも。こっちのタイプだね。そう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 。肩開かずにバーンみたいな。そう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 。それがディレクトに引っ張った感じだから引っ張るわけじゃないですか。そう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 。それはめっちゃきっちり練習でもショートゴロ、大会試合でもショートゴロで終わるわけですよ。何の練習してるんですか。重信なんかグリップの置き方、うん、それで絶対引っ張れるから。どうなんですかそれ。だから教えてたら、いや今度 YouTube 仲間だ。いやだから鼻からグリップの抜き方をあいつね。ヘッドを使おうとしてるの、多分。そうだ、右焼きも開いちゃって。そうそう、ヘッドをこう押そうとしてるからじゃなくて、グリップをここに抜けばヘッドをここに来るじゃん。ああ、確かに、ね。そこの位置を覚えると楽になる。確かに。俺ね、バッティングも言ってくる。同じことだと思うんですけど、みんなにこう倒しても手の位置ってこうこの辺でこう腰より高くなるじゃないですか。うん、いきなり左腰の前にいいバッター来るぞと両手が。うん、まあ当然高めになればこうなるけど、うん、基本はここに降りてこないとヘッドなんか使えないよっていう持論もあるんです。そういうことでしょ。そうそうそう、そういうこと。ね、それと。だからこうグリップでこう追っかけてこうやって押そうとするから、そうじゃないとグリップはもうここって決めとけ、ね、そこでこっちに来たらそこからポンと押せばいいだろう、視点がなくなっちゃう、ね、そうそうそう、手こうじゃないですもんね、落ちてたらこうだったらね。だから小さいやつにはそう教えると意外といいと思う。だからそれででもそのバッティングしてアウトだったら僕のバッティングじゃないみたいなところをどう直してあげる、直して考え方。でもまあでもあの年って分かんない、いくつぐらいだから分かんないですけど、もう最近物分かりも悪くて、最初ね俺あのそのコーチの話も来る前ですよ、ビッグカメラ行くようになったんですよ、有楽町の地下の洗濯機売り場、仲良くなった主任とかいるんですよ、担当になってくれたのが。そしたらそのでもさ、実はうち若林さんも来るんですよって。若林さんってうちの昔ジムで働いてくれたゆかちゃんが来てんだなと思って、若林ゆかって、その元日テレのディレクターの奥さんだったんですけど、名前変わって若林に戻ったんで、うちのジムも手伝ってくれてるから、あゆかちゃん来てんだと思ったら、えこっちまで来てんの、あでもよく来てくれますっつって、で、まあ、ジャイアンツでもなかなか貴重な、そえジャイアンツで若林いんのみたいな知らなかったスイッチヒッターのあれもいい選手だよね。でも俺が火曜日に担当してると若林出てないんですよ、ほとんど試合に。おそう、分かんない。若林ってお父さんがタイヤの選手だったの、うん、だから俺なんかはこう先輩になるから可愛がってくれたの、若林さんって、ペッ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 ツバ吐きながら、まあ、見たかったペッ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 見たべみたいな、うん、で親父にツバ吐いてないかって言ったら、いや最近は吐いてませんって。いや本当に、いやでもさ梶谷もいるし、梶もね、いやだ、まあ、その若林戻すと、うん、そのちょっとそれからネットで調べたんですよ、
あ、いるわ。うん、まさにいるよな。だこれは若林に失礼だと思って本人に言いました。お前のことはビッグカメラで知ったと。そこ正直じゃなくていいだろ。それでそしたら、お前なんかいい選手みたいじゃんって。え、そうですか、だって言ってたもん、ビッグカメラの重要なんて。あ、そうなの、いい選手だけど。いや、意外と勝負強いし、ね、劇的なホームランも打っていいんですよ、うん、で、この間たまたまたビッグカメラ行ったら、ご両親に会ったんですよ。若林の父です。あ、会った。つば入ってなかった。入ってなかった。入ってなかった、よかった。あ、ごめんなさい、つまってんの。うちの息子、ごめんなさい、すみません。男前でしょ、意外に。あ、かっこいい人でした、ね、あ、ただその野球選手知らないで挨拶しました。あまりにも紳士的なんで、あ、奥間みたいな感じがないんで。若林の父です。大丈夫、そうでしょ、預けるんだから。そう、でもまあでもエリートだからね、桐蔭学院。そうっすか。法政大学。ああ、でも法政はね、ちょっと怪しいですよ、今。なんで？あのね、ああ、でも法政はね、ちょっと怪しいですよ、今。あのね、法政から来たね、岡田っつうのはいいんですよ。あ、いるいる、左バッターの外野の子。 あいつ、去年1軍上がったらしいんですよ、うん、東京ドームの試合前に、今日は先行ですか、後攻ですかって聞いたって言うんですか。いいじゃない。法政やばくないですか。江本さんに言っとこうかと思って。そんなやつ、今ぞジャイアンツにユニフォーム着て東京ドームで試合前に、今日は先行ですか、後攻ですかって聞く人います。で、浅井っているじゃないですか、バッピがいいんですよ、ハゲナオマ知ってるよ。浅井がジャイアンツのジャージ着て、まあ、広報も兼ねてるから食堂のとこいたんですって。そしたら、すいません、うどん2玉お願いしますって浅井に頼んで。あ、そう。使いますよ、そういうやつ。 YouTube で使いますよ。いや、 YouTube では面白いよな。それはちょっとまずいな。それはもう、やっぱり成績がですよ、長嶋監督並みにやっていただければ逸話に残りますけど、今ただのバカですからね。横浜行って、選手が、じゃあ、あれ牧でしたっけ、後輩、あいつが、豊さん、横浜スタジアム先行でしたっけって聞いたら、バカ野郎ってなるんでしょ。いや、俺の中央の先輩の中塚さんっていたんだよ。あ、中塚さん、昔コーチやっててね。あ、いましたね、金沢で、ね、はい、野球の試合があって、はい、出発が15時ぐらいだよ、はい、ね、で、バスの中で、あ、ナイターだ今日って。いやいや、もう出発時間からデイゲームはないでしょ。もうね、だから野球選手って変わってる人多いんだよ。いや、お前何時に出てきたんだよって。先輩お願いしますよみたいな。おい、正面、ナイターができるんだみたいな。いやいや、できなかったらこんな時間に出発しないでしょみたいな。いるんすね。いるんだよ。いるんだよ。すごいっすよね。すごいよ。いや、元木もあったんすからね、現役の時。まあ、玉沢と水野だったんですよ。2種類使ってたんです、現役の時。まあ、よくある話ですけど、帰ってきたらスライダーかフォークかと思って、大輔何言ったの、今日水野ですよ。ボールの数でよく分かるな。それは分かるだけでもすごいよな。でもスライダーか。元木が天才です。天才だよ。真面目に言ったんですから、ね、今日水野です。いや、でもシートノックしてて、昔3社ぐらい使ってたじゃん、サンアップとか、ね、サンアップとか、そうですね、あの磯野とかいろいろあったでしょ、はい、ガイアノック受けてて、あのシートノックね、はい、で、あの横谷っていうやつ、あ、横谷さんいたでしょ、ファームじゃん、もうで、ライト守ってて、俺がカットマン入ったセカンド、はい、で、取った瞬間に投げるのやめて、こうやってボール捨てたんだよ。どうしたんだよ。横谷、いや、僕磯山、磯野投げらんないんですよ。そんなやついや、絶対ボート投げるんですよ。捨てたこうやって、いや、あれ、そういうボールすごいよ。握った瞬間に分かるって言うんだから、何のボールか。だから、それだけは外さないって言うんだから。もう一球やって。すごい。やっぱいるんすね、各年度で。いるんだ。元木なんか現役の時、原さんの俺ファンだから、原さんの横にいつも座らせてもらったんですよ、ね、補助席に元木がいたんですよ。大体新聞読んでるんですよ、こっち読めんのかなと思って見たら、読めんのと読めますよ、ひらがなもいっぱいあるじゃないですかって。でもデーブ、これおかしいんだよね、今日の新聞。巨人、これ苦手の伸び悩みって、 なんで苦手の伸び悩みになったら、これ若手って書いてあるんだよ。お前らのこと。でも、あれもそうじゃない、イリキ
なんかあるんですか、あの事件。いや、ハワイ行った時に、はあ、ね、携帯つながんねえよとか言って、そしたらここに県外出て、はあ、そこに書いてあるでしょと、はあ、あ、国外だいや、国外は国外半端じゃないっすね、もう中途半端もいいとこだそれ言ったら、長島君も野球教室で外国行ったらしいですよ。その赤い電気っていう会社のあのチームだったんです。たまたま背中にチーム名があったんですって、うん、名前言ってあげようとしたんですって。赤井君か、え、赤井君シュッとしなさい、シュッと君は赤井君か、赤井君が多いなすごくないですか、すごいクリーニング屋の前と、え、これハウマッチいいスーツがなら、え、これハウマッチってクリーニング屋です。で、顔とかやっぱ天才が、でも監督だから許されるじゃないですか。許されるよ、普通は許されないですよね、うん、ですから、すごいな。で、なんかね、原監督が年に1回か2回だけ滑らない話をやろうってなるらしいですよ、コーチ陣の時に。もうそれは最悪な時間になるらしいですよ。俺なんか自分から滑らないし、いっぱい持ってるじゃないですか。いやいや、持ってるよね。いつでも来いって言うんだけど、最初にコーチになった時の、あの若手の連中、大輔とか、村田昇吉とか、テムさん、滑らない話ってあるんで、絶対それだけは言わないでくださいってのが、最初の後輩からの俺にお願いでした。あ、それをつっつくなったね。そうそう、監督やりましょうよ、滑らない話は。間違ったら言わないでくれ。で、某吉村コーチは、吉村さんが今滑らない話をして、オチまで言ってんのに、何の内容か分かんないですよ。オチまで言ってんのに、監督が、それでって言ったんですよ。オチを求めるらしいんですよ。うーん、難しいよね。長谷田君なんて、それを見る見に行かれた、あの、宮本さんとの時は、デザート取りに行ったんですよ。その場を離れた。まあね、面白い企画だね、コーチ陣で。いや。コーチ陣と暗くなるからね。そういうことなんですよ。それをなんか生まそうとしたんでしょうね、うん、なんでピッチングコーチとバッティングコーチはちょっと契約になる時あるしな、ね、だからそれを生まそうとしたんでしょうけど、もっと契約になったらしてるんいや最後にさ秋広と浅野はどうすんだっていう。秋広はまあ一軍キャンプ行くんですけど、うん、もうやっぱりその、まあ、中田翔が12号食わしたとか、みんなで12号食ったのか分かんないですけど、絶対12号は食えないと思うんですよね、うん、でも本当に食ったとしたら、あれ正解で、秋広を秋のキャンプで見て、まあ、あの栄養士の先生もついててくれて、でその1日の消費カロリーを測れる機械があるんですよ、うん、なんと6000だか7000カロリー消費するらしいですよ。ああそう、まあ、太らないですよね。太らない、だから痩せていく一方なんですよ、はい、で、あの子に何が足りないかっていうと、まあ、長さは持ってるじゃないですか、うん、でも重さなんですよね、うん、やっぱ重さがないと1年持たないですよね、脂肪もないと、うん、まあそうだね、でやっぱあいつも一生懸命食うんですよ。やっぱだいぶ朝飯もありわって食べるんで、パッと見たら7センチぐらい伸びた時あるんですよ。なことはないですよ、ね、続いてる続いてる話滑らない話あ、伸びたあの身長で7センチ朝飯のな、いや俺の7センチとはわけ違うからね、2メートル写真も撮ったんですけど、うん、俺と浅井と秋色でデブとハゲとノッポすごいんです秋色、見ます写真、うん、でかいっすから。いやでかいよ秋色。でも出てきそうなの、まあ、身長の話が出てきて、もう出てます、人より頭3つぐらい。あの高広いるでしょ、鈴木高広。 あいつすごいっすから、シックスパックすごいね。俺ワンパックワンパックだよ、俺もワンパックだもん。そうでしょ、秋色君の写真見てください。ほら、こんな大きいっすよ。俺180近くですよ、ね、ほらこれ朝ごはんの後だから、また7センチ伸びたんですよ、ほらね。まあまあ、これ真面目な話すると、その僕と練習試合をやっていったんですよ、秋のキャンプ中に、うんうん、で3本からヒット打ったんですよ、追い込まれてから。でそれまでの練習でも監督もね、もうガンガン入れろよって、何ちょこちょこ打ってんのみたいな、僕もそう思ってたし、それ言ってたし、その
まあ、3安打したって、まあ、期待されてるの分かってるから記事にもなるじゃないですか。でも試合終わった時に秋広と話して、秋広さ、お前今日3安打したか分かんないけど俺の中で全く評価してないよって、お前にそこ求めてないんだよ、何のための55番なのっていうとか、追い込まれてもあのヒットよりもブワーって振った三振の方が俺は見たいんだよと、必ずそれがものなんだと、お前の場合は飛ばせないやつに言ってんじゃないんだよって、だからそれやってくんないっていう、まだやっぱどうしても期待されてるの分かってる、で結果は出したいとちょこんちょこんって言い出すから、もったいねえなっていう、俺ありがちな小物タイプじゃないかなと思って。ああそうかも分かんないですね、確かに。だから生実家器用じゃない、器用なんですよ。だから不器用なやつはホームランバッターになれるけど、うん、器用なやつとホームランバッターになれないというか、ねね、うまいこと手抜いてこう打ちますもんね。そうなんだ、レフト前もポンって、ね、だからそれで苦しまなければいいなと。そこは苦しんでますね、だから僕の中でも見てたら、まあまあその道に行ってもあれがちょこんってヒット打ってもじゃあ3まで打つかっていうとちょっと怪しいんですよ ね、うん、だから浅野は、浅野はねトレーニングコーチとも見たんです、この間1回だけ、うん、まあ全体的には監督はなんかスーパーボールだかなんかそういうみたいだって表現して、俺はウリボーみたいに見えてイノシの子供みたいお前もひどいねウリボーまあ深田つくじゃないか、子供なのに子供なのにあのパチンコが入ってきちゃってパチンコのガラス突き破って出てくるんですよウリボーパニックになってな、そう飛びついてね、まあそのように見えるんだけど、まだ売り棒なんですよ。売り棒体感弱いんで、まあ、体感弱い。弱いんですよ。あれで？そう弱いんですよ。だからまあトレーナーからもそう聞いてたんで、あのトレーニングコーチからも。で実際バッティング見たら、まあ体感は弱いんですよ。だからセーラーと、バットのヘッドは走りはいいよね。ああもう角度はいいですよね。あのあれもいいですよ。あの慶応の子も。誰でしたっけ？萩尾です。萩尾。萩尾。誰です。浅野も最近ずっと浅いって言ってたから、やっぱりあれ誰だっけ、若林いない人になっちゃってたんでしょ。そうそうそう俺うちのジムの子だからスイッチ行ったって、あの子男もやんのかそうじゃないっつって、まあそういう意味で言うと、まあ、黄色も育て替えはある、うん、これからの僕が N 室、僕のコーチの後の人らも代謝が悪くなってくれるのも待つとこもありますけどね。あれと本当12号食ってたらね、うん、これはすごいです。だから盗塁はあんま求めてないですもんね、うん、ただその秋のキャンプでも監督も言ってくれてたんですけど、3点かなんかビハインドになって秋広がなんかヒットかなんかでランナー出たんですよ。初球走っちゃったんですよ。俺も僕はそのなんでだからなんでと思うじゃないですか僕監督もデイブお前さんもあのこの秋はずっと上で見ようよ試合を、うん、でいろいろ話しようって結構ミーティングして、で新之助がまあ指揮を取ってた時に、走った時に俺何やったのこれ。でその試合前のもちろんミーティングも聞いてるし、積極的に走ろうなんての聞いてないし、そしたらエンドランのサイン間違ったらしいですよ。あ間違いない。だけどエンドランが出るわけねえだろって気がつけよっていう、ねうん、もう一回出してくれっていう、そこのはクエスチョンありじゃないですか、うん、3点ビハインドでいくら練習だかってエンドランだけ今日ざるぞって言ってんならいいけど、そこで相手にもゲーム支配されちゃって、だそういうのもずる賢さというか、まあ、素直なんでしょうね。言われたことに入ってこうやっちゃうのとかも勉強がいるんだろうな。だから何が勉強かっていうと、どこまでがその債務心になっちゃうのか、その我々のミスだと疑うところも持たないと、監督がこう出すだろうな、でもおかしいぞみたいなね。6対0で負けててスクイーズ出さねえだろう、3回にとか、それスクイーズやっちゃったようなもんですよね。だからそういうところもまあこれから1軍でもそうだし2軍でも統一した意見をみんなで持って教えていかないと、だちょっと時間かかるかもわかんないですよ、あれの盗塁を見て。しかしやっぱり現役のコーチだな。そうですか。頭の中でこう整理してるもんな、ちゃんとこう。そうですね。あもうこう一軍こう一軍。そうそうですね。やっぱ二軍でもう少し。僕だから番手つけてるんですよ。でつけてるのがすぐわかる。そうそう。ダイヤの八番目みたいな。とその子にも言ってあげようと思って春に向かっては。もう8番目ってことは野手6人しか入れねえのに入れないよ、まあ、そうそうだから入るには打てば6番目に上がるよみたいな、7番目になるよ、まあ役割をしっかりな、そういうことですね、あの分かっとかないとね。そうそうそう、だから、まあ、だからまあおかげさんでコーチもちょっとやらせてもらったり監督もやって、そのなんでこの子が上がれないかの上がらないかの説明は俺はしないでこう非常にはできるようになってるんです、うんうんうん、
そこの説明やらない、本当に必要ならもう上にいるだろうし、その意図を自分で分かんないと上がってこないな。いやいや、自分で分からせないとダメだよね。そうですね。で、自分で分かる子じゃないと、そうですね、やっぱ上来ても働き場所はない。そうそう、何やのになっちゃう。そうそうそう、自分で見つけられなくなるし、ね、そうですね。だからアリもその監督から去年の暮れにこう食事会が首脳陣であった時に、お前さん来年どういう練習したいんだって言うから、まあ、できればあの秋みたいに、まあ、練習させていただくとありがたいです。で、あと俺の案なんだけど聞いてくれる、あとお願いしますって、もう全員でアリ行こうと思ってるっていう。もうベテランも何もないよなって、俺たちはもう勝ててないチームだと。俺の中に昔 S 班だとか A 班だとか、その G 組だとか A 組だとか Y 組だとかあったんで、あれ絶対良くないと思ってたんですよ。だってソフトバンクが連敗してから優勝もしてないんでしょ、何の特別扱いもいらないじゃないですか、敗者ですから。まあそりゃそうだな、ね、って思ってたところで監督もそういう、こう強い意志を見せてくれて、監督めちゃくちゃ尊重するし尊敬するから、若い子でも。で、まあ、まあそこはでも全員でアリしたらアリの意味がなくなるところがあるんですよ。 その心理もあって、やっぱりそのタクシーもちょっと個人じゃないですか、うん、我々似てるとこあるじゃないですか。実は会社所属してるけど個人でこう売り上げの折半を会社とするみたいなね。で、その遅刻とか欠勤が多い、これ罰金制をまあ野球界みたいに作ったんです、まあ、最初一瞬だけ守るんだけど、まあ、また元に戻ると。賞金制にしたと、また元に戻るんですよ。賞金だから来ると思ったら来なくなったんです。何をしたの、グループ分けをしたらみんなで頑張ったっていう。ああ、そうだ。それをアーリーもグループ分けしたんですよ。ああ、中田翔吾は親分で、あと2人下について、ああ、長野が親分でしたんで、これみんなとも話したら、あ、みんなもそれでいけますじゃないと疎外感も出ると思うんですよ。ああ、それ面白いな。長野、中地が、お前ら来て好きなことやってろっていうのも、なんかちょっと俺の中では疎外感出んじゃねえかなと思って、したらやっぱり、まあ、長野もう全然やれますよ、やらせてください。で、その中で3チームあるわけですよ。3人のチーム、6チームできるんですよ。野手日本人18人なんで。で、最初はワンクール目はちょっと気候も変わる、同じような寒さでもやっぱり変わるらしいんですよ、自律神経的には。まあ、線がノルマになるんですけど、まあ、それでもすごいじゃないですか。若手は2000打つんですよ、2000。うん、で、去年の秋で言うと大体みんな200でやめるやつが基本なんですよ。200を1セットとして、まあ、10セットやって2000にするんですよ。で、まあ、せっかちな岸田ってキャッチャーのやつとか北村なんてのは1回で500も600も打ってくるんですよ。なるべく早く終わりたいっていう、まあ、それもありなんですけど、200で上げるやつはバーって拾っていくから、200以下ってこともないし200以上が入ってるんですよ。余り玉見て、余り玉が30球ぐらいあるんですよ。それやめるんですよ。はい、200って裏方が投げ終わる、選手も休む。お前さ、この30球1万円だったら30万月に取っていってんだよって、取んじゃないのって、もったいなくないって、いいよ別に俺はいいよって、長くコーチやるわけじゃないし、俺がお前が打ったって5億になんないんだから好きにしてって、その量は。ただ振ったもん勝ちってのは言ってるよねって、みんなが言ってんだから間違いないんだよって、医学も証明してんだよって、好きにしろよって。っていうのも、余り玉も打ったら、例えば10拍打ったら300球になるわけじゃない。それが数が増えれば、規定通り2人で2000打って、中田翔が200打ったとします。2200になるわけじゃないですか。長野が2201球打ったらこっちが上になるわけじゃないですか、数で言うと。そのチームは翌週からもう2000打たすんで、追い込む3日間するんで、得点をつけるわけですよ。1000にしてやろうかなとか。まあでも、グループ分けにするっていうのは大切だな。仲間意識でね。その翔なんかも、僕の下に秋色つけてくださいって、徹底的にやらしますみたいな。でチームでやってくれた方が楽しいし、熱そうなんてね、うん、俺ね、マッチはね、反抗期だと思いますよ。あいつだけは電話かかってこないですから、折り返しそう、あいつに説明しようと思って、なんて、君熱を、俺冷ややっことかなんか考えてるんですけど、まあ、片岡ともね、話してるんですよ。片岡、やつと電話するとき、あいつ、ベイスターズの臨時コーチやるんですよね。やるんだな。あいつに電話するとき、昔のメールアドレス、ボケやすって自分で書いてるんですよ。うん、うちの息子も安成だから。はい、ボケやっす、うちの息子バカやっす、お前ベッキー、俺ボッキーみたいな、ああいうことばかり、バカマッチもそういうの考えてたんですけど、出てこないんですよね。あいつもかかってこないし、折り返しないんです。あれ反抗期ですよ。寂しいだろ。寂しいな。マッチにもその説明をして言おうと思ったんですけど、うん、まだ言えてない。そう、そんなのあいつなんか YouTube 見たら、あーそーっとマスコミの前でやってました。あ、そう、お茶まんみたいなその前にやることやってくれよみたいな。さあ、なかなか、ね、話を聞きましたけども、ね、本当に頑張って。そうですね。いや、応援してるし。そうでしょ。うん、本当になんかこう骨のある、まあ、コーチが入ったなっていう、ね、まあ、球界全体見てもね、
なんか面白いコーチが入ったそうですか、うん、ね、なんか期待するんだよ。いいですか。いや本当にこの間ね、デパートのうなぎ屋行ったらね、久しぶりにうなぎの骨が喉突っかえちゃった。あれはショックでしたよ。以上。